それです。こんばんは。ただいま絶賛喉が渇いております。TikTok 載せますね。載せました。 YouTube の動画見ました。ありがとうございます。おい、タワーが立ってる。ジェイポング香港さん、またありがとうございます。めっちゃ白飛びする服のせいじゃん。ありがとう。お誕生日か。お、ただ私と双子の、おお、弟翔さんの誕生日、ジェイポング香港さんお誕生日おめでとう。ハッピーバースデー、おめでとうございます。TU ラボありがとう。そうなんですよ、あんまりね体を動かす系のゲームは Wii 以来でしたね多分。ジェイポング香港さんありがとうございます。ハッピーバースデありがとう。おめでとうございます。こんばんは。動きバタバタで笑った。めっちゃ見ていて楽しかった。本当？はしゃいでる道が可愛かった。
私はあんなんですね、素が出たって感じ。昨日の昼公演来ました、ありがとう。盛り上がるストリート、多彩な衣装が印象に残る声、ありがとうございます。こんばんは。リアリバのトリート受付始まったね。うん、でももう全部完売しててさ、私が知らない間にだったので、うわ、皆さんに何も言えなくて申し訳ないって思ったけど、ね、まあキャラより躍動してた気が。キャラなんていうものはないんですよ。私にキャラはないんですね。そうね、水谷水族館のツイート、そうなんよ、自分も思ってた。いやー本当に早めに気づいてくださって、トリートしてくださった皆さんありがとうございます。なんじゃこりゃ、ラブ。あんわん。今の調子だと私19日の広島のイベントも行けなさそうで悲しい。そうなのね、私もいないんだ。それ、私がいる時にという神様のおぼし飯ではないでしょうか。ラブタオルなあ、夏だからってこと。マルシのヨーグルトソーダ味食べてみたらめっちゃ美味しくて、美味しいよね、マジで。いえ、よかったよかった。今日は1日ということで、七並べのお礼をするいつものショールームでございます。なんか今日さ、めっちゃポップアショパーってやったメイクなんですよ。メイク道具4個ぐらいしか、あ、5個じゃ、5個しか使ってない、6個かな。眉毛、なんか下地、粉、チーク&リップを、チークとリップと目のここら辺にちょっとだけつけた、あとコンシーラーでもクマを消した、あれ5個だった。あれ、ああとアイライン、今日はねブルベメイクです。オフなのにメイクしてくれたらやだ。いやいや、TikTok も撮らんといけんかったんで、でもなんかメイクとか関係ないフィルター使っちゃったから結局、そんなに意味はなかったんですけど。5個で少ない方なんですね、メイクって大変。いや、いつもはだってアイシャドウもするし、メインにラメも使うし、ハイライトとか鼻のシェーディングもするし、まつげ上げるビューラーもいるし、そのマスカラ塗る時の下地とマスカラと、あとは眉毛の眉マスカラっていうのもするし、いつも48個もコスメ使ってるの。使ってない、それは嘘です。このコメ欄の
48好きの人が言った嘘だから。いや何個なんじゃろ、48個使っとんかな。でもそんぐらいかな。あと8個、じゃけんいつも13個ぐらいってこと。そうなんですが、ピンクメイクだよ今日は。いつも15個以内ですね、使ってるメイク道具は。手抜きメイクの時に褒められると複雑？うん、お、いい感じにパパッとできるものを見出せて嬉しいって感じ。自分も11個ぐらい使ったね。溶かしてないから櫛は入らないのね。メイク道具っていう言葉を知ってますか？櫛はメイク道具じゃないと思う。多分私の中のメイク道具に櫛は入らないです。溶かしてますしね。これで溶かしましたよ。かわいい猫で、最近自分が猫みたいな人間っていうことを知ってから猫が好きになりました。好きなんやけど、もともとねアレルギーなのであんまり近寄らんというか。そうだったんやけど、これフランフラン、ワンコも好きよ。それ誰かとお揃いだっけ。そうでしたっけ。わかんない。最近櫛を買いすぎてる。なんかもうちょっと髪が伸びたらさ、櫛もさなんかね使い時があるんだけど、さっきまで髪結んどったけんね、くにゃーんってなってるんですよ。もうちょっと髪、ここの今の髪の長さね、めっちゃ肩に当たって絶対外跳ねになるから、そう、難しいんですよね、セットが。切りたくなってきた。てか髪ツヤツヤじゃない？最近ねトリートメントに行ってツヤも意識してるんですよ。そしたらツヤツヤになった。ほら見て見て見て、すごくない？ほら。この前劇団四季さんを見に行って、この紙スキーを買いました。じゃん。アリエルはねこの人間界のフォークで髪をこう溶かしてるんですよ。でも多分フォークのままだと鋭気みたいになるけん、こっちに櫛がついたんじゃけど、そうやってるの。でもこれだとね、家で家でさ楽しむものでしかないので、そう、ネタっぽいでしょ。もう自分が
アリエルになりたいがためにあの買っただけだよ。ねえこれ欲しい、20個あるの。だけど足りない何か。それ誰が買うんだろうって思ってたらまさかの道だった。いや結構皆さん買ってましたよ、物販並んだったけど。セバスチャンおる、コメント欄にこれ、こうやってアリエルの気持ちになるんです。リスとショールームのコラボ企画でメイク道具紹介してるよね。うん、でもね今は多分全然違いますね。めっちゃゲーム見てありがとう。うちのゲーム中いっぱい見てください。でもまたねなんかその最近髪の毛に気を使ってるから、最近ちょっと話題になってるくしを買っちゃって、もうダメなんですよ、散財をしないって決めてるのに、決めてない、心がけたいのに無理やね私は。忙しくなったら買う余裕がなくなるはず。確かに。でも、忙しかったからつって後に大きい買い物したりする。欲しいガチャガチャがそこにあったらたまらんタイプ。でもね。そんなにお高い櫛なの？いや3000円以内。どうだろう、何が言いたかったんだ。経済回してか。確かに。いや細やかなものを買っちゃう。あともうちょっとで東京に行くので、ちょっと癒しが欲しいと思ってあるものも買っちゃって、明日届くので皆さんにお見せしますね。あでも明日夜配信多分できんけんね、朝するか、それで明後日見せる。あとはお話し会のチアリーダーの服も買いました。うん、今日涙袋が白いと思う方は
あれはコンシーラーをつけただけなんですよ。ラメとか一切つけてない。何時じゃろうな。終わったらすぐ予約入れますね。10分ぐらいには。ハマ？ケイやってません。行きます。それでは七並べのお礼をしていきますよ、皆さん。チアリーダーなんか可愛い色にした。やっていきますよ。行きます。100位、寿司屋さん。99位、ベッドンさん。98位、ニャーマルさん。97位、東京特許許可局局長さん。96位、サボ子さん。95位、ユミチュさん。94位、トントン21さん。93位、バツマルさん。92位、ドンファンさん。91位、坂向けさん。90位、お茶さん。89位、キノピーさん。88位、水木風子さん。87位、ゆういちろうさん。86位、チェスマンさん。85位、なあゆみちおしさん。84位、みつきさん。ん？同じ名前？83位、晴れの国のしんちゃんさん。82位、なっちゃんさん。81位、上野さん。80位、ペトさん。79位、京平さん。78位、徳さん。77位、カズ66さん。76位、こぼうずしさん。75位、みーぶんさん。74位、ジャストミトさん。73位、ゴレヒロさん。72位、ダダダダムノさん。71位、リョウさん。70位、ブオーンさん。69位、みずほさん。68位、うずさん。67位、しんやさん。66位、ずーちゃーさん。65位、ビーリーマンさん。64位、くま5号さん。63位、のびさん。62位、ジョーカー頼るやつ、くささん。あおり名前やね。61位ひょうさん。60位とみこさん。59位あにゃこっこさん。58位世界ひろしさん。57位シティリバーさん。56位ガジガジガッチャンさん。55位しんやけんさん。54位リティさん。53位伊予のまささん。52位英作さん。51位長昇金さん。50位しゅんさん。49位、りょうたさん。48位、えむあかさん。47位、ゆうすけさん。46位、なっからさん。45位、にしへいさん。44位、さとるさん。43位、ナイストゥーみつきさん。42位、せきさん。41位、ブルーさん。40位、小池かおるさん。39位、アグネスさん。38位、りょここさん。37位、パープルマスクさん。36位、運気水鏡さん。35位、ニューヨーク、島佐和也さん。34位、ゆきさん。33位、牧島さん。32位、M 健さん。31位、やすすさん。30位、パオシさん。29位、なべさん。28位、つぶつぶゴリラさん。27位、トゥーさん。26位、くぼちさん。25位、クマペイントさん。24位、R ミチュさん。23位、MY さん。22位、ヒカルさん。21位、シゲノレシシさん。20位、今村さんに嫌われた王さん。19位、アンバさん。18位、モカチンさん。17位、ピッコロさん。16位、勝手に触れてはダメださん。15位、タカさん。14位、カープさん。13位オレンジさん。12位マサーさん。11位ムッシーさん。10位セリアさん。9位マサジさん。8位キミさん。7位トモマーチさん。6位ヒナロスさん。5位長谷川さん。4位ナッカンさん。3位ルシエルさん。2位米印さん。そして1位はトゥルルンジジャン
ほじさんでした。ありがとうございます。第55回節目イベント上位5名の結果はこうなりました。ありがとうございます。ありがとう。iPad mini、 皆さんありがとうございました。フォロー始めた。ありがとう。撮らせていただきます。ありがとう。またたくさん送りますね。それでは歌いましょう。ずっと歌ってないですよね。あのジャングルジムを歌うのと、今日はでもちょっと待ってください。明後日歌おうかな、ジャングルジム。米印さんのリクエストもまだ歌えてなくて、あと今回のホジェさんの、だから長谷川さんの何かワンクッション、今日の何かないでしょうか。お水飲もう。ちゃまちゃこさんも、あ、そうだそうだ。長谷川さん、ちゃまちゃこさん、ほじさん、今日メルコも、ありがとう。4曲は歌えんな、今から。でかくないよ、 500ml です。どうしよう。でとりあえず今月のこのホジさんありますか。あさって何があったっけ。シュワシュワ。あさって声出した、いけるな。あさって歌うね、皆さんのソングを。来られますか配信来れる？歌うよとか言いながら。こんばんは、ホジェさん。ありますでしょうか？リクエストソング。なんだこれ、 G から始まって A で終わる、なんだろう。なんだろう。G
そのままくんたって星になるやん。大文字。あ、STN さん。いやー、絶えない。わかった、じゃあ、3日に全部歌うわ。待って、ま、携帯に入れとくね。他の皆さんもいらっしゃいますか？あと、ちゃまとちゃこさんと米印さん？そう、練習する。あと2日で仕上げてくるの？そう。ちゃまとちゃこさんと米印さん、ありますでしょうか？大人のね、大人の方々の48カラオケはあるの？確かに。どうでしょう、大好きな人。ああ、ありがとう。私がもう知っている曲を。あ、タイトタイトタ。誘惑のガーターももともと STN さんの曲なん？下から自分の声が聞こえる。1回から。これはね、歌う、七並べの毎月1位になった方のリクエストソングを歌うっていうことを私はいつもやっていたんですけれども、私が歌えない曲のリクエストとか、あと、リクエストがその月になかったりして、今、4曲、まあ、今日も含めてですけど、4曲、溜まってる状態です、ありまして、だから、リクエストしてくださる人を自分が選んでるというわけではなく、そういうお礼としてさせていただいていることなので、俺のは歌わないんだろうな、じゃなくて、普通にね、カラオケの気分の時に、リクエストしてくださったら、歌う時も、あるんですけれども、この時はね、今はお礼としてやってるものなので、ぜひ寂しくならないでください。インスタ見ました、ありがとう。指綺麗ですね、本当？なんかね、先っぽだけ赤いんよ。前メンバーにも言われた。頑張った人のリクエストしか受け付けません。そうはね、言ってないんですよ。私がカラオケ気分の時は皆さんのコメントを見ながら歌ってるので、結構ぜひその時を狙っていただけると、コメントしたら歌ってもらえるわーっていう時があるかもしれんけ。ぜひ私の配信を欠かさず見ていただけると、
私がカラオケ気分の時の配信に当たりやすいんじゃないかなと思います。そう、まあ、最近ね、最近見始めてくださった方も多いなと思ったのでお伝えしました。なので、あさって歌いますね。ジャングルジム、加賀が大好きな人、もう一曲なんだろう。この間のカラオケはいろんな方のリクエスト受けてた。うん。鬼チャレ絶対無理。カラオケ入ってましたよ。あとは米印さんのリクエストかな。あるでしょうか。こんばんは。明日の移動中とかにずっと聞いとくね。確かに。こんばんは。ガールズルール、おお。オッケー。ガールズルール。いいね、夏だ。ガールズルールも歌えるな。わかりました。ありがとうございます。それでは、あさって。3日に。ジャングルジム、加賀がガールズルール大好きな人歌いますのでぜひ見てください。ワンオクロックさん知ってますよ。あのね、48、46ラストアイドル系列のラストアイドルさんたち、あとはイコールラブさんとかのあのちょっと近めの方々しか歌えないんですよ。コールラブさんってなんで歌えるんじゃろ。スジャラさんだから。今日はねチョコレートメランコリー聞いてました。一緒に行くって約束したでしょ。いつか歌いたいなって思いながら。聞いてた。8月3日の配信時間はいつもと変わらない？そうですね、23時とか、ぐらいになると思います。山本さやかさんですか？よく決めんしゅうよ。いや、指原さんいいですよね。いい曲だし、ソロパートがあるっていうのがもう羨ましい。赤い公園、そう、歌え、自分自身は歌えるんじゃけど、ここでは歌えませんね。
赤い公園さんよく歌ってます、私。カラオケではね。ここではね、歌っちゃダメなの。私が卒業とかしたりしたら 別にショールーム、卒業してからショールーム始めたとして、したりすると、この縛りはなくなるんじゃろうけど。今はね、のみさそう。赤いフリージア。の、そういう、例、例え。そういう例えですね。このグループのそういう縛りがあるんですよっていうお話です。ショールームじゃない本当のカラオケ配信なら OK なの？ショールーム配信はダメ。このショールームのカラオケ機能でもダメだし、ショールームでやるカラオケ配信でもダメ。ショールームで歌ったらダメってこと。なんかね、他のメンバーがね、他の配信媒体でイベントとかしとるときは、他の曲も歌えてたので、ショールームの中ではっていう感じなんですかね。わかんないけど。そう。なんで。私も実際他の方の曲、STU チャンネルっていう、ニコ生さんの方だったら、歌ったりすることあるし、それはね、結構、チャンネルの会員さんが見れるって感じの時だけど、そうなのよ。またぜひ。それでは、壇上を読んでいきたいと思います。22、あつさん。21、おふさん。20、えむけんさん。19、しぎさん。18、おそろしゴリラさん。17、いまさじさん。16位、ほあんさん。15位、ちょならにかめぐれさん。14位、ほじゅさん。13位、いしけんぼじんさん。12位、むかしからおじんさん。11位、ブルーさん。10位、テリーピーさん。9位、坪井祐介さん。8位、パフィンさん。7位、ゆきさん。6位、マサさん。5位、翔さん。4位、セリアさん。3位、スランプくんさん。2位、ナッカンさん。そして1位は、トゥルルルンチちゃん。ジェイポング、香港さんでした。お誕生日おめでとうございます。おめでとう。それでは、明日は、歌コンに出演させていただきます。見てください。ツイートも待ってます。おやすみなさい。またね。YouTube も見てね。バイバイ。